はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムエコーズ、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえず海賊を壊滅させて、まあいろいろ金品とかね、砦内部で奪ったんで、かなり戦力が増強されましたね。で、次がここの謎の軍なんですけど、あれ謎の軍って軍団戦力74しかない。なんか超弱くないか。だってこいつは400とか300とかあるもんね。なんでこれ自分いくつ ?521 か。あ、なんかすげえ余裕っぽいな。軍団戦力って何なの。まあいいや、とりあえず行こう。海賊の襲撃3。結局海賊か。まあ戦闘化していいでしょう。敵が一人だけ。どういうこと。いや、これはかなり怪しいな。お前をあのお方のもとに連れて行けば、わしの教団での地位も上がるというもの。邪魔な海賊どもは片付けてやったぞ。さあ、わしと来るがいい。おいおい、何わかんないこと言ってんだよ。俺たちは急いでるんだ。邪魔だからどいてくれよ。生意気な小僧じゃのう。少々痛い目を見てもらうことになるぞ。たった一人で何ができるってんだよ。あれはみんな気をつけて。あの人は祈祷師だわ。魔物を召喚する気よ。ん？召喚する気よって言って何？別にいなくない？召喚してくるのか。あれこいつなんだ。あ、こいつカムイか。じゃあちょっとアーマーをやっぱり前線に出そう。で、アーチャーは援護だけど、今回ね援護キャラ結構多いからね。カムイもまあ前に出すか。セリカもいけるでしょ。でこいつらは信頼関係があるからね。うお、めっちゃ召喚してきた。人々いくつ使った。1とかしか使ってなくね。生命の木の実とか持ってるし。そもそもさ、こいつ人なのかどうかっつら怪しいよね。あの人は祈祷しようって言うけどさ、お前ほんと人かっていう。名誉ここに置いとけば、とりあえず3マス目が攻撃できるからね。よし、これでいこう。とりあえず向こうに上陸しよう。まずはじゃあ弓はここら辺からチクチク狙おう。よし、でセリカここに置いて、これはファイヤーでいけるね。レベルアップ。うん、いいねいいね。みんなを守る力が身についたかしら。わりかし上がりがいいね。あ、エンジェル覚えた。なるほど、これでエンジェル覚えるのか。やるじゃない。あとはちょっと機動力がないからな。こいつここに出すのもな、ちょっと怖いよな。どうする。もう少しこいつを前にやって。基本的に船の上の戦いって狭いからね。4方向から多分囲まれるけど大丈夫でしょ別に。アーマーの力は完全に信じきってるからな。いいね、ゴリゴリ削ってくれるよ。でこいつは倒すでしょ。頼りになるよお前は本当に。ディフェンスか、やっぱりディフェンスも大事だね。入れ替え、入れ替えは別にいいわ。うわー、また召喚してきやがった。これはあれか、やつを倒さないとどんどん召喚してくるってこと。私って罪深いわ。
これヒット&アウェイ的なのないのかね。攻撃した後に行動できるとか。でもさ、これさ、めっちゃ経験値稼ぎにならないか。回復とかわりかし簡単にできるからね。カムイもうまいんだそう。じゃあちょっと待って、ここにこいつを置いてファイヤーで減らしてとどめを刺そう。メイちゃんマジ強いからな。ただ上陸できる人数がかなり限られてるな。一回こいつはここに移動するか。あ、そうか、あいつなんか補給ポイントの上にいるから回復するのか。1しか食らわないかんね。めちゃ楽だわ。でしかも2回攻撃ができる、アーマーのくせに。来るね敵の数はただやっぱりめちゃ多いな、こうやってみると。こいつをちょっと後ろにやって、まあ、ファイヤーで狙う。でここに壁を作ろう。戦士系を前線に置いて壁を作る。もう一人必要だな、セーバー。こうだ。でその後ろに魔導士系を置いて援護する。かわされたか。91。まあしょうがない。で後ろから援護をすると完璧な布陣だ。でただ回復はね一マスしかいけないからね、まあリザイアを置いとこう。でこいつらは射程1しかないはずだからシスターがダメージを食らうことも多分ないと思うんだよね。いやスピードないとただ2回攻撃ができないっていうのがな欠点だよな。一応これで剣士系しかダメージ食らわないよね。いやこれはマジ稼ぎどころじゃないか。っていうかさ別にさフリーマップで稼げるからさいいっちゃいいんだけど。おお、ただ召喚人数が減ったね。こっち前に出るでしょ。徐々に進軍していこう。これでただこいつあれか、まだレベル1か頑張ってる割には。まあアーマーだからね。でお疲れさんと回復させてあげましょう。ありがとうよ。でこいつもここに出して、さてさてさて、あとはレベル次第だな。防御をちょっと上げるか。やっぱりサンダーの方がいいかな。1マジか。1回しか攻撃できないからね。弓で倒そう。もうこいつも上の方に置いとけばこれ完璧じゃん。もう完璧なる体勢を敷いたよ。各々が削って
後ろのやつがとどめを刺すと。やはり2回攻撃っていうのはすげえ重要なんだな。ファイヤーで倒せるっしょ倒せないんだっけ、なんなの、誰か倒せるやつ探さないとこいつ倒せる。ボーイくんちょっとな、こんなもんか、スピードが遅いのか。でこいつもちょっと倒せるときに倒したいね。リザイア2回当たれば倒せるか。65が2回って結構厳しいよね。弓でいこう。完璧で、あとはセーバーもレベルを上げるか。よし1個攻め込もう。進軍開始。あ、もう呼んでこないか。てかこいつさ攻撃してこないの、こっからちょっと2歩ずつ進む。死ぬことはないと思うんだよね。シスターだけはねちょっと危険だから、ちょっと待って、メイもディフェンス3しかないのか。ここに置いとこう。ちょっと魔術師系は事故る可能性があるんで、危険範囲から1個遠ざけときましょう。これでこんなに呼び寄せてるけどさ、え、どうする、もうこれ倒しちゃうか。じゃあさすがにめんどくさいよね。援護でいきますか。まずはサンダー。うわ、肩が、何やるな。ちょっと待って、こいつもここに置いてサンダー。弱っ、マジか。ちょっと待って、こいつを倒したい。じゃあなんかここに来てさ、みんなかわし出したんだけど、どういうことですか。回復させよう、ちょっとリカバーで。3方向も囲むか、やっぱり。おお、かわすね。あ、もしかしてこいつ、そうだよね、補給の上にいるんだ。なるほど、だからか。レベルアップ。うわ、1か。ちょっとここ陣取ろう。じゃあ戦技入れ替え、それはいいわ。うお、これやばくないか、やられるぞちょっと待って待って、どういうこと。え、待って待って待って、魔法抵抗力ないってこと。ちょっと、え、やばくない。でも攻撃してこないよね、多分こっちからつっつかない限りね、攻撃してこないと思うんだよ。いやマジ危ないわ。安全に行こう、安全に。ここは閉まった、陣取っておくべきだったな。早急にこいつは排除しよう。まず弓で狙う。36当たらんわ、魔法でいかないと無理だな。じゃあサンダー、めちゃ硬い。魔法でいかなきゃダメだけど魔法が全然当たらないっていう。いや、こいつ攻撃してきたらマジ危なかったわ。エンジェルって何？魔物に対して特攻得る。こいつ魔物なの、そもそもあ、
なんだ、攻撃を食らうな。10クリティカルは0か、まあ、事故らないと思うんだけどな。エンジェルは、あ、倒せるか。いや大丈夫なはず。うお、倒した。おお、すげえ経験値。オッケーオッケーオッケー。戦い方が見えてきたの。3上がってくれればいいわ。生命の木の実。いや魔法使いやばいね。今回攻撃をしてこないキャラクターでよかったわ本当に。気持ちいいね。絶対死亡者出てた。気をつけよう今度から。終わった。セリカ様、あいつ何なんです。セリカ様を連れて行くとかなんとか。わからないわ。今まで私の命を狙ってきた人たちとは明らかに違う。嫌な胸騒ぎがするわ。この先も慎重に行きましょう。歴戦の勇士。でさ、こっち行けるけどさ、すげえ危険そうだよな。ドラゴンゾンビとかさ、絶対危険だよこれ。まあちょっととりあえず普通に上に行こう。海賊の襲撃4。これは普通の海賊かな。今度は海賊多いなマジで弓兵がいるね。厄介だな。まあただね、普通の攻撃しかしてこないのであればアーマーを前線に置けばなんとかなるんで。で、セリカと、やっぱりね、サンダーがね、3あるっていうのがでかいよな。よし、これでいこう。まあ同じだけどね、戦い方は。あれ、弓兵やばい。危ねえ、怖え。弓兵マジ怖い。射程長いな。早急に排除する必要があるな。安全にまずこいつで減らす。アーチャー、そうだよね、弓射程プラス1だもんね。あとは後ろから狙っていこう。オーケーオーケー。で、ここなら3マスがいけるんだよね。2発当たれば倒せんな。やっぱり魔法が強いんだな。かっこいいな。ちょっとこれで1回ターンを終了させよう。もっと全力で来ろ。狙ってくるか。弓兵がまず厄介だから、なるべくね他のやつもレベルを上げていきたいからね。よし、 OK OK OK。 私また強くなっちゃった。その調子で頼むぜ。で、こいつ前進させて、レベルアップ。ディフェンスが上がった。さすがだろ。てかこいつさ、スピード2しかないんだ。よく再攻撃できたな。それだけ魔物のスピードが遅かったってことか。そしてセリカ普通に強いね。両方使えるからね、魔法と剣で。この弓が来るな。弓をどうする、アーチャー。こっからだとどう考えてもな、排除できないからな。カムイ前線に出しても大丈夫かな。
食らうのか強いね、やっぱり1攻撃だってこっからは1,2,3無理だもんね。逃げてった、やばいやばいやばい、神はあれか、防御力が低いのか、こいつさ対照的な扱いじゃねえかよ。ちょっと神下げよう、まあ、いけるけど、やはり危険だったか。ありがとうよ。そしてリカバってどんだけ回復するの。ディフェンスがな、上がってほしいんだよなこいつ。やるな、傭兵かこいつ、海賊のくせに。オッケーオッケーオッケー、みんなを守る力がセリカどんどん強くなってくんな。さてそっからは また詰めてきたところを狙えばいいか。どうしようかな、こいつ倒せるかな、無理だな。で結局メインになるんだよね、そうすると経験値稼ぎが。まあ2か、3上がってほしいよね。3このパターンだよな、こいつで減らして他のやつがとどめを刺すっていう勝利の方程式が生まれたな。少し回復をさせるか。でこいつはちょっとこっちに行って、セイバーとか全く今回活躍してないな。お、外れたか。まずファイヤーで減らしてぶっ倒そう。たまにはねこいつも壁だけじゃなくて経験値も稼がせてあげないと。弓強いよね、弓。わあ、回避率が凄まじいな。いけるぜ。でこの位置はあれなんだよね、ボーイがちょっと弓食らっちゃうからこうやろう。容赦なくね弱者を狙ってくるからねこいつら。よし、でこいつで減らそう。さてそっから届くかな、11か。まあ死にはしないと思うんだよね。オッケーオッケーオッケー、レベルアップ。こいつあんまり上がってない気がするんだよな。上がり方によってだいぶ差がつくよねこれ。俺にかかればこれくらい朝飯はよ。で、また海賊か。そうすると海賊は全部討伐しちゃおう。海賊の襲撃5。もうこのね海の治安はね取り戻す。あれなんか変なやつになってるぞ。これやばくねえか。これマジやばくねえか本当に。ちょっと待って、ちょっと待って、
こっからちょっとこいつを狙ってみよう。やはり魔法で攻めた方が良さそうだな。この対照的なやつは速攻で倒そう。いけるか、倒せるかちょっと待って、どんくらい減る？あ、あんまり減らないか。魔法力はあるからね。大丈夫だよな。怖えな、ちょっと。ここは魔導士系を前線に出そう。セリカちょっとこっちに行って、こいつを下げよう。調子いいぜ。私に任せてよ。3ってさ、反撃はしてこない？倒そう、倒せるときに倒す。それか、鉄則だ。もう一発外したか。まあしょうがない。こいつ絶対やばいでしょ。食らったら死にそう。こいつ結構魔法力あるね。6。こいつ14もあるよこいつ前に出そう。回復してきやがったマジですか。そして去ってったよ。くそー今までの苦労が。進軍してきたやつを倒すのが一番いいよな、やっぱり。まあ減らす。あ、これはいいんじゃないか。え、結局クリティカル出ても倒せないのか。さて、あとこいつ11。魔法で行った方がいいのか。エンジェルは、エンジェルって4使うんだ。それはちょっときついな。どうする。魔法戦だな。で、一応弓でこいつを狙おう。よし、進軍するか。大丈夫か。ダメっぽいな怖いな、本当に怖いな。逃げよう一旦。来たね。うわ、見えない戦いだ。4、それなりに食らうな。4、やばい、やばいぞ、これはやばいぞ。回復をしてくるのもまたうざいね。マジか。どうする。弓兵でこいつをなんとかできないかな。よし、甘く見ちゃダメよ。めっちゃレベル上がったな。でこいつはやっぱこいつを狙いたい。ヒットポイントを減らしておけばこいつは攻撃を仕掛けてくることはないからね。また回復に戻るから多分うわーかわされた。そしてだいぶ減ったからな。リカバーかけよう。でなんだかんだでさ、こいつもやばいんだよね。レジスト6あるからここに置いとこう。ファイヤーで、物を飲むっていうのもありだけどな。あとはセリカでどうする。攻撃をしていくか。よし、ナイスだ。工場の力、これ使おう。うわっ、こう見えない戦い魔法戦になるとちょっと防衛
くりだな。よし、あいつは帰ってった。で回復しに行ったのか、この野郎。弓、ちょっと待って、ギリギリのとこから狙おう。かわされたか、しょうがない。で戦技、北条の力。普通に攻撃するとどうなる、倒せるのか。倒そう。大丈夫かこれ、3打で減らしとこう。おいおいおい、めちゃくちゃかわすな。いい加減お帰りなさい。あとはもうこっちがきついんだよな、こっちが本当に。だってこいつら魔法防御少なすぎだろ、ゼロとかさ、マジ何なのっていう。リカバーをかけるか、リザイアじゃなくてリカバーを一回かけよう。ありがとうな。ここはもうこれでちょっと持ってもらうしかないわ。4対4の戦いか。これ大丈夫？ほほほ、怖い。レベルアップ。よしよしよし。戦い方が見えてきたの。ただめっちゃ上がるね。お、サンダーも覚えたよ。こいつ万能だな。セリカとか超強くないか。あと防御とか弱すぎなんだけど。これなんとかさ壁になってもらってるけどさ、やばいだろ。まずは回復させよう。12回復するんだね。でメイちゃんをこっちに向かわせよう。で弓で倒す。もう一発かわされた。しょうがない、これはセリカで決めよう。またセリカのレベルがどんどん上がっていくけどね。やだ、私また強くなっちゃった。いいねいいね。確実に決めるために攻撃でいこう。いや、この軍隊は強いわ。であとはちょっと反撃でダメージを与えていくしかないな。痛い。何やるな。あいつ去ってった。どうしようかな。攻め込んじゃっていいかな。食事しようか。小麦粉いっぱいあるから小麦粉食べよう。好き嫌いはダメよね。で弓兵を前に出して、でこいつここにやってサンダーで攻撃できるね。おお、頼れるメイちゃんが。ボーイの方がどっちかっていうと死にそうだからな。ありがとうな。もうこいつらしか出番がないからな。攻撃するか。サンダーはちなみに6、なんか微妙だな。ヒットメント全開のまま保っておくか。来たねこっちに。ほら、くそ、もうこれが、いや回復し合って鬱陶しいな。いやマジ役立つわこいつ強い。でちょっと一回ここに陣取ろう。でその間こいつらでちょっと頑張ってもらって、2発当たらないからな。
リカバーで回復させて。ボーイちゃん攻撃する？後ろのやつにしよう。前のやつ攻撃したらなんか回復されそうだしな。この不毛なる戦いが。よし、とりあえず指兵が間に合ってくれればだいぶダメージ削れるからね。いいね。極射って何？準備は万全よ。で、ファイヤーで倒せるね。ようやくだよ。もう外さなければの話だけど。よし、終わったのね。やっぱり活躍のメイちゃん、まずはメイちゃんで減らすと。おい、めちゃかわされるわ。こいつも攻撃に入ろう。リザイアン1しょぼすぎる。まあ18だったら別に大丈夫でしょう。結局はさ、セリカたちが何とかするっていう。いや、弓だよ弓。時代はね、弓。3、これボーイいけるだろう。お前もちょっとレベル上げたいんだよ。上がり方がひどいからな、ボーイは。今回の肉体労働系はねなかったからね。完全に魔法戦士の舞台だったな。というところで、とりあえず海賊は駆逐できたのかな。次はちょっとこのドラゴンゾンビみたいなのも行ってみましょうか。まあ勝てなかったら労働すればいいだけなんで。ちょっとね、なんか後半は危ない戦いが続きましたけれども、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。